下なんですけれど、もう最後のステージになります。明日はもう小野寺ライダーポーズが決まることを期待して全員でやっていこうと思います。で、明日逃げには堀さんと谷くん、みんなここまでずっと谷くんがアシストしてきたから、今度は谷くんがみんなに対してカメラからこっちから映してるカメラ見たら、僕がもうここで立ち上がってるんですよ、先頭で。そう去年の確か頑張ってね、フェン OK! Do you have any question? OK! じゃあゆっくり休んでください。はい、行くよ。小野寺選手、はい、ついに東京ステージがやってきました。はい、小野寺ライダーのステージと言っても過言ではないですが、今の心境をお願いします。はい、まあ、まずは無事に全員でここにたどり着けたことが嬉しく思ってます。で、まあ、総合順位もまあ目標としているあたりにほとんど届いて、まあ、ほぼほぼそっちの方が固いので、あとはまあ僕が自分自身で見せ場を作れるかどうかっていう、まあ、残るワンレースという形になりました。はい、昨夜のミーティングはかなりそのあたりの連携などは密にやった感じですか？まあそうですね、やれる限りのことは、まあ、やろうということで、まあ、理想の形というのは確認しました。まあ、今日は多くのファンがここ東京ステージに来ると思いますが、小野寺ライダーポーズはもうすでに頭の中にありますか？まあそうですね、最近勝ててないのでストックはあるつもりです。はい、はい、ぜひですね、ブリッジの多くのファン、そして小野寺ライダーファンに向けて一言お願いします。はい、まあ TOC 最後のステージ、まあ、最後僕まだここで勝ったことがなくて、まあ、せっかくならここで勝っていい形で終えたいなと思ってますので、応援よろしくお願いします。いや、力になりますね。なります。いや、頑張ります。ソウルジャパン2023最終日東京ステージです。たくさんの方にお集まりいただきましてありがとうございます。スワローズが2023東京ステージ玉井がスタートです。大きな大きな拍手で選手たちを送り出してください。向かい風かなので、はい、結構決まりにくいですね。はい、そういうところをこの風どう対応していくのかというところもありますけども、はい、シマノが先行してますね。そうですね、2位、はい、そしてこちらがグローブの6、1名というと、ただThank you.
さて小野寺選手、はい、ツアーオブジャパン東京ステージ終えました、はい、見事ステージ3位ということで改めて今日のレース振り返っていかがでしたでしょうか。はい、もう今日はもう僕だけに照準を絞って最初から最後までチームメイトに助けてもらって、まあ、本当にあの最後は、まあ、プラン通りに完全にはいかなくともみんなのおかげでいい位置からスプリント対戦に臨めて、まあ、初めてちゃんとここで勝負できたんですけども、まあ、僕は決めきれず3位という結果で、まあ、個人的にはすごい悔しいです、はい、残りあのリードアウト本選手の動きがすごい良かったと聞いてますがこのあたりどうでしたでしょうか。はい、まあ、あのプラン通りに固まりはしなかったんですけど、まあ、なんとしても本の後ろは外さないように僕が走ってで最後いいとこまで一人でさばいて連れてってくれたので本当に頼りになる、はい、あのリードアウトでした。まあ、小野寺選手自身、まあ、大阪から、はい、東京まで8日間この8日間振り返ってどんなツアーオブジャパンでしたでしょうか。はい、まあ、あのメンバーがらっと変わって新しい体制で挑んだ TOJ でしたけども、まあ、久々に走って自分自身も不安はあったんですが、まあ、各ステージそれぞれでやっぱり自分自身の成長も感じられましたし、まあ、あのチームメイトともすごい共に戦う気持ちで熱くなれた8日間だったので本当にあの充実した TOJ だったなと自分史上の中で最もなんか納得いくというか手応えのあった TOJ だったと思います。まあ、今日の東京ステージ多くの赤いブリッツェンファンの姿が見られたと思いますが、はい、改めてファンの皆さんに一言お願いします。はい、あの東京ステージを赤く染めていただきありがとうございました。本当は、ね、皆さんの前で勝つ姿を見せて喜びを分かち合いたかったんですが、まあ、ちょっと決めきれずとても悔しいですが本当に皆さんの応援のおかげでいいレースになったと思います。ありがとうございました。西村監督、ツアーオブジャパン8日間ステージお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。改めて監督として初のツアーオブジャパンを走り切りましたが振り返っていかがでしたでしょうか。そうですね、この8日間いろんなことがあったんですけれども本当にチームで、選手スタッフ一丸となって戦うことができたので本当にいい8日間だったなと、チームとしても私個人としてもすごく実りのある成長できる大会だったなと思います。谷選手の個人総合11位そして小野寺選手の東京ステージ3位ということで UCI ポイントもしっかり取れたかと思うんですが、はい、このあたりはいかがでしょうか。そうですね、自分たちはすごく高い目標を設定してスタートしたのであとほんの一歩届かなかったんですけれどもそれでも本当にもう選手はみんなよくやったなっていうふうに思っております。監督としての
評価、自分自身の評価いかがですか。まだまだここから選手とともに成長していけたらなっていうふうに思っております。まあ、次は、1週間後の、小座川ロードと通常熊野がありますが、意気込みを仕事お願いします。そうですね、まず TOJ いい形で終えることができましたので、一旦ゆっくり休んで、まあ、すぐに始まるのでチーム一丸となって、勝ちを目指して頑張ります。次のレースも期待してます。ありがとうございます。本日は会場に駆けつけてくださり、ありがとうございました。この8日間はですね、結構チームとしてもいろいろなことがあったんですけれども、まあ、もう本当にもうみんな選手スタッフも一丸となって、本当にいい1週間を過ごせたのかなと思っております。本当にありがとうございました。皆さん本日は来てくださってありがとうございます。この8日間、多分どのステージにもブリッツェンファンの方がどなたかしら来ていただいたおかげで、僕ら勇気をもらって走ることができました。今後も僕らまだレースが続いていきますし、もっともっといい走りをしていくので、変わらず一緒に盛り上げていってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、良かったと思います。あと我々今日家を出て10日目だいぶ疲れました。来週またレースがありますので、ちょっと短い間宇都宮に戻って、英気を養いたいと思います。ありがとうございました。今日も大勢の皆さんのこの赤い色を見て、まだまだ頑張らないとなと思いながらレースを運んで、とても力もらいました。また来週も応援よろしくお願いします。ありがとうございます。インパクトかっこいいぞ。 Thank you for your support. When I see the flag present, I was many power in the race. So thank you. Thank you all fans here.皆さん今日は駆けつけてくださり本当にありがとうございました。レース中にブリッツェンの旗が見えた時に本当にすごいエネルギーをもらいました。
ございました。8日間ありがとうございました。チームカーの中から僕も、ブリテンの赤いファンの皆さんを見つけることができて、選手はもちろん頑張れたというふうに出ましたし、僕も作業頑張ってできて、トラブルなく終えられたので、ぜひ良かったなと思っております。これからも応援よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。皆さん今日は応援駆けつけてくださりありがとうございました。そして8日間ありがとうございました。チームメンバーとともにこの8日間すごい熱くなれた BOJ だったなと思います。僕自身もいろんなところで成長を感じられましたけども、託してくれた勝負で決めきれなかったのが本当に悔しい8日間でした。でもまたこの新メンバーでこれだけ戦えるってことが十分分かって、今シーズンこういう感じですまた楽しみだったので、またこれからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。3、2、1